JZ ショーン・コーリー・カーターショーン・コーリー・カーター1969年12月4日隊は JZ 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 の芸名で知られるアメリカ合衆国のラッパーソングライター音楽プロデューサー起業家である彼は史上最も高く評価されているラッパーの一人でありアメリカ音楽史上最も裕福なミュージシャン歴史上トップとして 教師ホーブスに掲載された。ニューヨークで生まれ育った JZ は1990年代半ばに音楽経歴を開始し、その後、1996年にデビュースタジオアルバムを発表し、批評的、商業的に成功を収めた。その1年後、彼はレコードレーベルロッカフェラを設立した。2001年に発表した。2003年に発表した。 ザブラックアルバムは古典的作品と称される。2011年にカニエ・ウェストとのコラボレーションアルバム、2017年には絶賛された13枚目のアルバム、2018年には妻のビヨンセとのコラボレーションアルバムを発表した。JZ は事業活動と音楽以外の活動も注目を集めている。彼はスポーツバーのオーナーであり、のファッションラインの共同制作者である。 さらにデフジャムレコーディングスの社長を持つため、ロックネーションの創設者でもあり、そのスピンオフ企業である、ロッカネーションスポーツも設立した。2008年の歌手のビヨンセとの結婚は、彼を大衆文化の世界的な人物にした。夫婦として、彼らの純資産は11億6000万ドルと推定される。個人としては、推定9億ドルの純資産を持つ世界で最も、 裕福なヒップホップアーティストである。JZ は世界で最も商業的に成功している音楽アーティストの一人である。彼はこれまでに21個のグラミー賞を受賞している。彼はまた、ビルボード200でソロアーティストによる最多首位記録を保持し、ビルボードホット100では4つの首位獲得シングルを持つ。ビルボードは2000年代最大のアーティストとして彼をランク付けした。 ローリングストーンは史上最も偉大なアーティスト100組の一人に選出した。2017年にを果たし、第60回グラミー賞でグラミー賞アイコンアワードを受賞した最初のラッパーとなった。ニューヨーク市ブルックリンクベッドフォードスタイベサント地区にあるマーシー団地にて生まれ育つ。幼少の頃、生活区から生活保護を受け11歳の時には父と別離となる。 そんな恵まれない生活環境の中同じ団地に住むラッパー、ハーズジャズメーカーマイク・ゴンガーの影響を受けラップに目覚め始める。その後、単身ワシントン DC へと渡り、彼が尊敬、敬愛するビッグ・ダ・ディケインとツアーをする機会を勝ち得る。彼は、ジャズ・ OAKA ビッグ・ジャズのサイドラッパーをやっていたので彼のティー・リジェネターズ、1989年、やハワイン・ソフィー。 1989年等では係かかし、姿を見ることができるが、さして成功には至らず生まれ故郷ブルックリンクに戻り、再び裏稼業へと身を投じることとなる。夢や希望が見出されず、人生に自暴自棄になっていた26歳の時、至近距離から通り間に拳銃で銃撃されたことが、人生の転機となる。再度ラップに挑戦することとなり、遊び仲間のクラークケントの紹介で、 デーモンダッシュと運命的に出会う。彼は、スキー AKA スキー、ビーツの在籍していた、オリジナルフレーバーのビアンドフレーバーにソースマネーと、クレジットされていないが客演している。その時、クラーク・ケントは、オリジナルフレーバーのプロデュース、デーモンダッシュはマネージメントをしていた。1996年に、自主レーベルロックカフェラレコードを設立すると、自身のデビューアルバム、 リーズナブルダウトをリリース。プラチナムを獲得するなど成功を収めた。その翌年には、デフジャムレコードと業務提携し、パフダディをプロデューサーとして迎えたアルバム、インマイライフタイム、ボリューム1を発表。またもヒット作となり人気ラッパーとしての地位を確立していく。1998年に、ボリューム2、ハードコックライフをリリース。 自身初の全米チャート1位を記録した。その翌年には、アルバム、ボリュームサウンライフタイムズ・オブ、エスカーター。そのさらに翌年には、ザ・ダイナスティ、ロック・ラ・ファミリアを発表。どちらも全米チャート1位を獲得した。2001年、まだ無名だった、カニエ・ウエストをプロデューサーとして大々的に起用した、アルバム、ザ・ブルー・プリンツをリリース。 4作連続となる全米1位を記録、またソース紙から5本マイクを獲得するなど、非表面でも大きな成功を収めた。その翌年にはその続編とも呼べるザ・ブープリントに、ズクギフトザ・カースをリリース。2003年11月、ザ・ブラックアルバムの発表とともに、MC としての引退を表明したが、リンキンパークとのコラボレーションなどフィーチャリングでの 友情共演は続いた。2005年、長年異根関係にあった、謎と突如として和解し、全世界のヒップホップシーンの話題となる。10月27日、ニュージャージー州イースト、ラザフォードのコンチネンタル・エアランズ・アリーナにて行われた、ラジオ局主催のチャリティーコンサートでは、俺に歯向かうラッパーたちを、このステージ上で攻撃すると宣言していたのだが、ライブが終盤に入った頃、 突然 JZ は大声を張り上げ、宣戦布告よりも大事なことがある。俺は行くぜ、エスコ、謎の相性。俺たちの伝説は終わらない。と、謎をステージ呼び寄せ、熱く抱擁。謎は、多くの奴らが金儲けのためにひどいことをやっている。俺たちは互いに助け合って、イーストコーストを救うんだと派手なマイクパフォーマンスを、披露。それ以降、 謎は、デフジャムに移籍する形となる。2006年、米音楽史の独占、インタビューで、ヒップホップへの熱い情熱、再起にかける意気込みなどを語り復帰を認めた後、キングダムカムで復活を果たした。翌年にもアルバム、アメリカンギャングスターをリリース。米経済誌ホーブスによると2006年5月から2007年6月までの、推定年収は8、300万ドル。 世界歌手年収ランキングで1位のローリングストーンズ8、800万ドルに次ぐ2位につけた。2008年6月28日、グラストンベリーフェスティバルにヘッドライナーとして出演。オアシスのノエル・ギャラガーがロックの聖地でヒップホップアーティストがヘッドラインを務めことを批判したのを受け、JZ はエレキギターを抱えてステージに登場。オアシスのヒット曲、 ワンダーウォールをカバーしたり、AC、DC のバックインブラックのリフを使った99プロブレムズやプロディジーのスマックマイビッチアップをサンプリングするなど、ロックファンにも応えるパフォーマンスを披露した。このグラストンベリー出演を宣弁にして、翌年以降からは、ロスキルド、ワイヤレス、コーチェラやワイトシマ、ボナルーなどの巨大フェスをはじめ、日本のサマーソニックを含む、 世界各地のロックフェスにてヘッドライナー出演を歴任するなど、ロック界隈にも大きな存在感を持って認知される。シングルでは4曲のビルボードホット100ナンバーワンヒットを出しており、アルバムはビルボード200にて11作がナンバーワンを記録している。11作のビルボード200ナンバーワンは全米ソロアーティスト歴代最多記録である。2009年。 オートチューンの詩という意味の楽曲、DOA、名優カニエウエスト、リアーナをゲストに迎えた楽曲、ランディスタウンをシングルとして発表すと、同年9月に11枚目のアルバム、ザブループリンツさんをリリースした。2010年8月に開催された音楽フェスサマーソニックにヘッドライナーとして出演した。同年には U2 の棒のプロデューサーのスイズ・ビー・ツ・ラ・トリアーナ参加の 配置支援曲を制作、チャリティ番組、Hope for h i ィナ t Now に出演した。2011年、名優である、カニエ・ウェストと連名で、アルバム、Watch the ン o を発表。2013年、12枚目のアルバムとなる、マグナカルタ、Holy Grail ーーをリリース。サムスン電子が、ギャラクシーユーザーは、アプリ上でアルバムを無料ダウンロードできるという、キャンペーンを行い代となった。 翌年には、妻ビヨンセとのツアー、オンザランツアーを行った。2017年、ニューヨーク、ロサンゼルスの街頭広告で告知なされると、アルバム4時44分をリリース。はじめの一週間は、自身が経営に携わる音楽ストリーミング、サービスタイダルのみでしか聴けかったが、翌週には、フィジカルや他のサービスでも視聴可能となった。 2018年6月から妻であるビヨンセとのツアー、オンザ・ランツーツアーを開始。その10日後、彼女とザ・カーターズ名義で、アルバム、エブリシング・イズ・ラブをリリースした。同年の12月9日に出版された、ローリング・ストーン氏に、アメリカ音楽史上、最も裕福なアーティストとして掲載された。さらに同月の経済誌、ホーブスの、 アメリカで最も裕福なセレブリティ2018にて5位に選ばれ、ミュージシャン部門1位となった。JZ という MC ネームは、ショーンはいつもオシャレに着飾っていて、華やか、ジャジーだと友人に言われたことから、英語での表記は JZ であったが、2013年7月配分抜きの JZ に解消した。ジガ、ジガ、ジガマンジガマン、J ホバ。 ジェイホーバ・ホーバホーバホーバホーブ、エイチョビ、ヤング・ホブ、ヤング・エイチョビ、ホビート、ホビート、エスカーター、エスカーター、アイスバーグ、アイスバーグ、ゴット・ MC、ゴット・ MC、ヤング・ターボ、ヤング・ターボなど、様々な愛称で呼ばれる。最も使われる愛称の自我は、J、にが、黒人に対する差別用語の二がの変形から、ホバは、 キリスト教の神、エホバ、エホバが、ジェイホーバーになりジェイホーバーになった。ミュージックビデオで共演したビヨンセと、親密な交際をはじめ、2008年4月4日、ベイピープル氏が二人の結婚を大々的に報じた。本人たちは、結婚についてはほとんど言及していない。3年間にわたる過酷な刑務所暮らし、3度にわたる、 銃撃戦を経験したことがあるというサグらしい一面も見せる。今は亡き、ノトリアス BIG とは、高校時代からの大親友であり、お互いの作品でその名が見ることができる。クレジットはされていないが、マイク、ジェロニモのタイムツービルドでは、ジャルール、DMX とも共演している。ハイチ自身の際、チャリティとして、We Are the World をカバーするにあたり、参加を脱進されたが、 アーティストならば、既存の曲を使わずに、ゼロから作品を作るべきユースタンスを表明、不参加となったチャリティそのものに否定的なわけではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。